ドイツのキックオフでスタート。ドイツ対アトレティコマドリー、エキシビションマッチをお届けしてまいります。強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。スペースへ出す、絶好の位置で受ける、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出しに、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。マリオ・ゴメスがこの試合初めてのシュートを放ちました。さあ左へ預けて、ベストエジル、チャンス来た、上げてくる、中央行けるか、裏へのスルーパス、サイドのスペースを使います。オフサイドですね。オフサイドになりましたけども、最後のダイレクトパス、アイデア良かったですよね。ここで丁寧にコントロール、狙いましたね、シュート、しのぐ、ペリラ、ここでファールをもらいます。ドイツ、グメルス、トニクロース、ロングフィードで狙う、ミュラー、ドイツボールです。ベストエジルからミューラー、触る、これはよく止めました。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。最初のコーナーキック、ボール、ゴメス、ゴール、ゴールと思いきや、でもよく審判見てましたね。いやー、しかしレフリーよく見ていました。まだこの前半スコアに動きは見られません。味方を走らせる、ここも旗が上がっています。前半30分を過ぎたところです。ここかわす、スルーパスを出す、ミュラーに渡る、来た、ミュラー、セーナー、相手に先制点をもぎ取ります。エジル、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。アンブロを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。ドイツ先制ゴールが決まりました。1対0、一旦主導権を握った形になりますけど、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。スルーパス打つ、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。ドイツチャンスを迎えたシーンがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。これは直接狙える位置です。いや、いいところのフリーキックですね。直接決まった、追加点、ドイツ
連続ゴールドイツ。直接決めてきます。いや入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。今日2点目のゴールです。ドイツさらに1点を追加し2対0としています。ドイツとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。これはカード、無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。ルーズボール。ここでのパスは危ない。ここはすぐ奪い返します。縦にボールを送ります。ミューラー、柔らかいボール。さあ左サイドへ。いい展開ですね。上げる。ここで前半の45分が終了しました。この追加点驚きましたね。そのまま終了した雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだしっかり同性ですからね、後半期待したいですね。ドイツが2対0とリードして後半へと向かいます。では後半見ていきましょう。低い長いボール縦へ、裏へ届くか。メストエジル、サイドを使う。弾かれますがコーナーキックのチャンス。ポストに阻まれた形になりました。いや本当に数センチギリギリのとこですよね、狙ってる範囲はね。ドイツが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ペレイラ・カラスコ、裏を狙っていきます。アウグスト・フェルナンデス、堅いディフェンス。メストエジル、本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。裏のスペースを狙う。どうだ、キーパー直接処理しました。ここでファウルをもらいます。アトレティコ・マドリー、これは一発レッド。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですね。ドイツここで10人になってしまいました。いやこういった一つのね、プレーによって状況変わってきますからね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ドイツとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。リズムを失ってますよね。ゴールサイドでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。ここは競り勝ちます。スペースへ出す。またファウルか。レフリーの注意が入ります。
シュートミスはもったいない。しかしね、あそこから決められたらすごいですよね。もう一つ前に行きたい。ここは読んでいました。裏に味方を走らせる。止めた。危ない。リューズボール。来た。追加点。ドイツ追加点。ドイツ。オブラクがこう弾いたボールを正確に押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。さあドイツ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。トニクロース、さあ繋がるか。シュート。決められない。中央いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ここは先に触ります。まだいますよ。ケディラ、サイドのスペースを使う。上げて、メストエジル。手元の時計3分を切っている状況。ゴール入りましたよ。今日4点目かというシーン。ドイツとしては勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ヘディング。決まった。追加点。ドイツ。ドイツさらにさらに点差を離していきます。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあドイツ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。裏へ届くか。チャンス来た。さあ右へ預けて。どうだ。これはちょっとコントロールできませんでした。試合終了です。